パリオリンピック登録商標フェンシング女子フルーレ団体3位決定戦。日本時間2日、グランパレ。フェンシング女子フルーレ団体の3位決定戦に挑んだ日本。世界ランク4位は33から32でカナダ。同6位、奥田氏銅メダルに輝いた。日本フェンシング界で女子史上初のメダル獲得という快挙を成し遂げた。日本は、昨年の世界選手権で3位。 今大会準々決勝でポーランドに45から30で解消し、イタリアとの準決勝に敗れ、3位決定戦に臨んだ。メンバーはアズマセラ、24、共同会テック、上野優香、22、エアウォーター、宮脇カリン、27、三菱電機、リザーブの菊池小牧、27、セガサミー、の4人。第1ゲームは上野、 相手と互いに付き合いを見せ3対3のタイで終える。第2ゲームの宮脇はカウンターで2ポイント倍奪い5対5で、第3ゲームの東へバトンタッチ。東は柔らかい動きからの突きなどで5連続得点で1次リードを奪うが、追いつかれ10-10で終える。第4ゲームは、リザーブの菊池が出場。互いに2点ずつ取り合い迎えた残り45秒を切ったところで連続ポイントを決め、 14から13とリードする。第5ゲームは上の相手の懐に飛び込んでの突きやカウンターでの一撃など、多彩な技で5ポイントを奪い、19から14とリードを広げる。第6ゲーム、東は相手に連続ポイントを許すも、カウンターの一撃などで20から17と3点差をキープ。第7ゲームは相手に先制を許すが、 菊池が強気な姿勢を崩さず3連続ポイントなどで29から25とリードを広げる。第8ゲームでは東が相手の剣先を手首で押さえながら突く大技が決まりリードを持ったまま最終第9ゲームの上野に託す。相手の攻撃で点差を詰められたものの、上野が最後まで忍ぎ切り1点差で逃げ切った。